大人の遊びをしようじゃないか。レバレッジ投資家、いつです。本日もよろしくお願いいたします。即、下落、調整か、暴落の始まりか。現物のアメリカの株式の取引は大人のたしなみです。作戦会議、スタートです。 モッピーのポイントは現金に変わる。皆さんポイ活してますかモッピーご登録まだの方は説明欄にモッピー登録用の URL を貼ってありますのでそちらからご登録ください。完全無料で登録はできます。 完全無料で登録したのに、モッピーでお金を使わないとポイントがたまらないんだったら面白くないと。第2の収入ポイ活、副業するより楽というね、動画の方を出しております。モッピーで1円も使うことなくね、ポイントをザクザク貯める方法、こちらの方の動画に集約してありますのでね、こちらを確認してから、どんどんとモッピーでポイントを貯めていってください。 アマゾン、新たな AI、アシスタントを導入へ、販売業者の事業管理を支援ということでね、まあ企業の進化っていうのはね、止まらないわけですよね。株価が低迷したとしても。 はい、速度ですね。え、こちらは、まあ、一旦下落から入りまして、前日ね、大幅上昇しましたので、その調整が入ったんじゃないかなと思います。え、後半盛り返して上昇するんですけれど、引け間際ね、下落して、その後、時間外取引がレンジに入ってるということになりますので、来週以降が楽しみです。冷やしの方のね、チャートを見ますと、まあ、メジャー SQ だった割には、 駅高少ないかなという気がしますけれども、下髭たっぷりついているという状態なんでね、まだ何とも言えないということになってます。空売りの方はね、そこまで多くないということになってますんで、まあ、まだまだ暴落というわけではなさそうですよね。 会場が継続しておりますけれども、終わりね、33.55と、えー、これは50%下落の35.04よりも低い数値ということになりますんでね、まあそ買、そるで、いそびれてる人はこのあたりで手を打っておくのがいいんじゃないかなと、いやいや、いつきさん、来週になったらもっと下がるよ、ということでね、まあ、下がった時は会場になるんですけれども、人間、 なぜかわかりませんけれど、下がったら買おうと思っていた商品、下がり出したら、いや、もっと下がる、もっと下がると言ってね、え買えなくなってしまうということもありますので、まあ、どこかで踏ん切りをつけておかないとと。二度目の会話は継続しております。ただし、速度をまだ十分に持っていない人ね、ある程度下のところ、例えば60%ぐらいで持たれている方、 別に買い増しする必要はないですよねと、えー、上昇して売りぶつけるタイミングを測っていくだけと32株保有はプラス7.3459株保有はプラス8.9986株保有はプラス18.54になってます8月5日に、ね、つけて今32営業日経ってるんですけれど爆発するのは何営業日後でしょうかしっかりとカウントしていきます テスラ2倍ブルですえ。こちらの方もね、できたかそこそこということになってるんですけれども、まあ、ボリンジャーバンドプラス2シグマにね、まだタッチしてるということで、まあ、上昇中の陰線がつくことももちろんあると。空売りのデータ、前日よりは収まってるんですけど、若干高いかなということですよね。こちらは買うべきか買わざるべきか、終わりね、11.61ということで、 まあ50、50%下落が10.55ですからね、かなり巻き戻っているということで、まあ、いつも言ってますけれど、これだったら、今はね、ソクルを購入しておいた方がいいのかなと、何品かけたい人のみがね、まあ今、アーテスラにバイブルを購入していくべきなのかということで、374株保有はマイナス20.53、150株保有はプラス56.22となっております。 TMF、TM 52週のね、最安値38.3には戻らないでしょうけれど100、100%上昇で76.6だと書いてから下がっております。ということで、60ドル切ってきておりますのでね、このあたりがね、買い場になってるんじゃないか。TMF 買い損ねた人はこのあたりがね、購入しておくべきポイントじゃないのかなと、個人的には思ってます。 DPSD ですね。こちらの方は、前日のね、大きな下髭の中にね、まあ、埋まって陰線ということになっております。さあ、ボリンジャーバンドプラスにシグマをぶち破ってね、このままバンドウォークを起こすことができるのかどうか要観測ですね。QLD、こちらの方も、うん、ちょっとね、下髭たっぷりというところで、まあ、来週以降に期待していきたいところでしょうか。 一日遅れで出ますレバナース4万1229円ということで4万円台を回復しております。なんか円が不思議なぐらい安くなっているなと思っていたんですけれどもどうやら上田総裁発言後円売りが続いているということでまあなかなか日銀ね、えー、追加利上げに対して慎重な姿勢を示したと受け止められて円売りが強まっていると。 まあせっかくアメリカがね、利下げをしてね、日米金利差が縮小していったんで、どんどんと円高が進んでいくのかなと思ったら、あらあらあら、巻き戻ってドル高になっているということになっております。10年債利回りの方もね、上昇しておりますので、まあ、このあたりで一旦ね、天井をつけて、また下落していってくれないかなと、上ひげついているところに望みを託していきたいと思っております。 二年もの、十年もののね、逆イールドの方は解消して十一日経ってます。ですけれど、二十年歳三十年歳はまだ逆イールド中ということで、まあ、この逆イールドが解消してからね、半年から一年後、下落、暴落が来るのかどうか、カウントダウンをしていきたいと思います。バングプラスですね、こちらも下髭がついた状態で、お預け、食らってるようなね、もんですね、来週以降に来たいと。 一日遅れのファングプラスインデックス55,511円まで回復してきております。レバレッジ型商品は長期保有に向かないと一部のアンチが言っておりますけれども、果たしてそうなのでしょうか私は長期積み立てに向かないだけで、スポット大きい、ね、安くなったところで購入して、その後の長期保有に関しましては、レバレッジ型の商品の 低増フルに恩恵を受けることができるというふうに考えておりますので、まあ、アンチと一部の知識ある人との考え方には乖離があると。今年、リバランスが終わっております。テスラ2バイブル56.22。一ツキバランス、これのみが1年間積み立てしたものです。73.18。 一木ソクル、2022年10月の底値付近で購入したものは384.19%。一時は800%まで急上昇しておりましたんでね。まあ、この後年末にかけての展開が楽しみです。ソクル、テスラ2倍ブルが売却できませんと実現損益に変化はありませんので割愛します。 利下げ観測なんですけれど、相変わらず11月、12月、年明けの1月、3月、トントン拍子で利下げをしてほしいということになっておりますけれど、果たしてそううまくいくのでしょうか。来週は何と言いましても PCE が出てくるということで、個人所得0.3から0.5増えております。支出の方は0.5から0.3減ってます。収入増えているのに財布の紐が閉まっているという状態ですね。 PCE コアデフレーター。前回2.6。予想は2.7。ちょっと巻き戻ってるぞと。前月比0.2、0.3。やはり巻き戻っている。ただし、PCE デフレーターの方ですね。こちらは2.5、2.3。しっかりと落ちていると。このデータが出てきて、ドル円再建、株式、どのような変化があるのか、来週が楽しみです。 絶対に負けない取引、株価が下がれば、含み損増えるの当たり前。株式は下落と上昇を繰り返していきます。損切りの必要はありません。ただし、安くなったところで大量スポット購入していれば、株価戻るまで余裕ぶっこいて感染できます。株で勝つためには入金力、これを高めていくしかないということで、9月、10月、そして大統領選挙の2週間前は、株価が下げるというアノマリーがあります。さあ、このアノマリー通り下げていくのか、それとも、ソクル、 ファングプラス反撃の上昇があるのか今年も楽しみな一戦と去年はアノマリーに負けないと思っていたんですけれど負けました今年はアノマリーを打ち破ることができるのかどうかこのまま観測していきたいと思います最後までご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうお待ちしております